皆さんおはようございます。時刻は9時2分になりました。今週もお届けしていきます土曜の朝の情報番組東京モア、モデルの新井美穂です。よろしくお願いします。改めまして皆さん明けましておめでとうございます。今年1回目の放送になります。皆さんお正月は何して過ごしてましたか？私はちなみに毎年浜崎あゆみさんのカウントダウンライブに行っていて、今年も行ってきました。もう前から大好きで、ここ5年ぐらいかな、連続で毎回毎年あのカウントダウンは一緒にねいさせていただいてるんですけど、今年はですね有楽町にある国際フォーラムでやってたんですけど、もう私は毎回グッズをたくさん買って、でシャツとかあったらシャツとかを買って着込んで、であとバンドとかがあるのでバンドとかを手に巻いたりして、であとはもちろんライトとかね、ライトを買って一緒にこう盛り上げながら聴いてるんですけど、やっぱりこう大好きなアーティストの方と一緒にカウントダウンね迎えるっていうのはもう最高に幸せですね。ぜひ皆さんもどのように過ごしていたのか、ぜひメッセージとかで教えていただけると嬉しいです。あとはですね、今年もお雑煮、お餅、おせちたくさん食べましたあと今年はフグもちょっと贅沢にねいただいたりして、家族みんなで集まれるっていうのが本当にこういう時期しかないので、この時期はすごい大切にしてますね。家族とあと親戚の人が私ん家集まるんですけど、もう多い年とかは本当15、6人で集まってみんなで、まあね、食卓こう囲んで食べるんですけど、今年はちょっと少なくて、まあ、それでも8人ぐらいで集まって食べました。美味しいですよね。中でも私はおせちの今年ね黒豆が食べれるようになりました。今までなんか見た目がちょっと苦手で、なんでだろうな、なんか小さい頃から、まあ、ちょっと言っちゃいけないかもしれないけど虫に見えてしまって、で今まで食べず嫌いだったんですけど、お母さんにいや黒豆甘くて美味しいし私頑張って作ったんだから食べてよって言われて食べてみたら、本当になんかスイーツのような甘さですごく美味しくて、一回食べ始めたら止まらなかったですね。来年からはもう黒豆バクバク食べちゃうと思います。であとは年末にちょっと年末はバタバタとしていて大掃除ができなかったので、ちょっと年明けてから2日3日ぐらいで大掃除をしました。意外と始めたらいっぱい出てくるもんですよね。なんかいらないものが、そんなになんかいらないものないかなと思ったらかなり出るわ出るわ、もう4袋ぐらい出てしまいましたそう、もうたくさんあってね、何がそんなに多かったのかわからないんですけど、もうなんて言うんだろう、一回始まったら止まらない性格なので、もう細かなところまで大掃除をしていて、で皆さんどうですか、結構パパパってできるんですかね。私の場合ちょっとね思い出に浸ったりしちゃって、なんかこう出てくると、あこれ懐かしいなって言って一回座ってまた見たりしちゃうとね、もう本当に丸1日2日ぐらいかかっちゃって、結構時間かかってしまう性格なんですよね。もっともっとこう効率よくパッパパッパやれればいいんですけど、なかなかそうもいかず、まあ、でもなんとかちょっと綺麗に片付いたので、このまんまね今年は綺麗な部屋で居続けたいなと思います。ちょっと難しいかもしれないんですけどね、ちょっと頑張りますで今日はですね 1月5日ということで、皆さん何の日かご存知ですか？これ語呂合わせでいくといちごの日って思うかもしれないんですけど、いちごの日は合ってるんですよ。でも食べ物のいちごの日は1月15日なんですね。で何の日かというと、今日は高校受験を備えた15歳の世代のいちご世代にエールを送る日っていうことでいちごの日っていうそうです。今ねそう受験を備えてるので、ぜひ皆さん近くにね高校受験備えた方とか、あとそうですね社会人ねなる方もいると思うので、ま、大学受験とか迎えてる方もいると思うので、近くにいたら応援してあげてください。はい、ということで今週も1時間生放送でお届けしていきます。東京も、東京モアではメールファックス募集しております。ファックス番号東京0356340792、メールアドレスは info@885fm.jp、 件名に東京モアコーナー名を明記の上どしどしお送りください。
それでは今週も生放送でお届けしていきます。東京もリスナーの皆様どうぞお楽しみください。